大菩薩行を四所無上大菩提妙法蓮華経如来人力本第21まさに知るべしこのところはすなわちこれ道場なり諸仏ここにおいてあのくたら三脈三菩提を得諸仏ここにおいて法輪を転じ諸仏ここにおいて初涅槃したも南無妙法蓮華経善一へ元念弥山南無久遠実情本師釈迦牟尼仏南無平等大へ一乗妙法蓮華経南無末法聖道師高祖日蓮大聖人と大時代飛来臨要言したまえ仰木願わくは厳然の一へ門房の上縁を無な修説仏上の妙家深く信魂に徹し無明方々の迷宮を逃れて一乗昇進の覚路に上り縁に妙行を主して徳足上妙正の代理悪を得せしめたまえ今日に曰く我が滅度の後においてこの経を授持すべしこの人仏道において欠如して疑いあることなけんまた願わくは一大寺因縁の大所本家の大京日本国に従合し一同正常にして上下京は遺体同心に本門階段建立の工房上弁し一点四海皆妙法に帰し崩壊の群情同じく情弱に帰せん高祖日蓮大聖人御妙判土牢御所に示しての玉枠法華経を四人の読み候楼は口ばかり言葉ばかりは読めども心は読まず心は読めども身に読まず、色心に法ともに遊ばされたく、こそ尊く空へ。御妙判拝聴拝礼の面々無私来在生三下在生消滅。今や祝福人口の幸いあって一条円頓のむしろ同じす。なおこの両縁口うせずして未来用用両前地偶の大縁な結ばしめたまえ本決大縁若光移動南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経皆様本日は、たくさんのご参集誠にご苦労様でございます、私先ほどご紹介をいただきました青森より参りました西村カレンと申します西村カレン
ね、ハイカラな名前でしょ、名前可愛らしいでしょ。見た目はこうですけれども女性でございます。これからお話をさせていただきます。9月になりまして、まあ、季節は秋になりました。まあ昨日ですね、私新幹線で来たんですよ。東京は暑いですね。うちの津軽の方はもうすすきが出ております。すすきが出て、でまあ早生の品種リンゴ、リンゴはもう収穫が始まりました。ですからもうすっかり秋だなと思って新幹線に乗ってきたら、東京が暑くて暑くて、まあ北国津軽の人間ですから、私津軽の人間ですから、まあ暑さに弱いんです。でまたね、今日こんなにたくさんいっぱい集まってくださって、もう緊張してこの中汗だくですよ。もう大変です。ですけども、まあ今からこのお時間はですね、一生懸命頑張って務めさせていただきます。皆さん津軽ですので、この言葉っこ、私喋ってるの分かりますか、ね、分かりますか。このぐらいの津軽弁だままだ分かりますかね。本場の津軽弁になると、よその県の方は分からない方多いみたいで、同じ日本の国にいるんですけども、テレビを見ると字幕スーパーが出るんですよ、津軽弁は。でもまあ今日はそういうわけにいきませんから、ね、州務員の方に字幕スーパーというわけにいかないですから、ここからちょっと私言葉を立て直します。言葉を立て直してお話をさせていただきます。それでもこう興奮してくると津軽弁が出るかもしれません。その時は、ああ津軽弁ってこういう味わいがあるんだべなと、そう思って、まあ、ニュアンスで意味をなんとか感じ取っていただければなとお願いいたします。で、皆さん今日椅子に座っておられますけども、椅子もですね、かしこまって座るのはつらいもんです。ですから楽な姿勢にしていただいて、で心持ちも楽に、できればですね、お顔も緊張をとって、柔らかいお顔になってお聞きいただければ、私の方も大変助かるんでございます。ですから、これからしばらくのお時間、どうぞお取り持ちのほどよろしくお願いいたします。すいません、私もちょっと口を湿らせさせていただきます。皆さん聞こえますか？聞こえる人、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おかげでこう一体感が生まれて安心しました。ありがとうございます。さて、本日お集まりの皆さん、常日頃から、新人な方ばかりだと思うんです。まあ、毎月のようにこの金曜講話に来られているという方もたくさんおられると思います。ですから当然お寺参りも皆さん熱心なんではないかなと、そう思われるんですけれども、そのお寺参り、皆さんお寺へお参りするときにどんなふうにお参りされてますか？まあ普通大抵はですね、お寺へ行って本堂へ入って、でまあ財布の中をこう見て10円なり100円なりお賽銭をします。で手を合わせて南無法蓮華経と、この時に皆さんはどんなことを念じておられますか？まあ日頃のご加護に感謝する、それはもちろんですけれども、大抵皆さん何がしかのお願い事をされていると思うんです。ね、こう手を合わせますと、ああ我が家の家内安全、
それから家族の身体健全、交通安全、仕事、商売繁盛、受験生があれば受験合格、厄年なら助役特攻と。でね、昨今は若い女性方、皆さんの年齢も若くないと言ってるわけではありませんよ。御朱印を集めるのがブームなんですね。若い方も今たくさんお寺に御朱印をもらいにやってくる。で、まあ女の子であればね、恋愛成就とか、あとは、最近ですと、まあ、人間関係ですね。人間関係がうまくいくようにと。中にはパワースポットって、パワースポットへ行くと不思議なパワーがもらえる。でお参りをされますけれども、こう考えてみますと願い事いっぱいありますね。ちっちゃいものから大きいものまで、ほんとピンからキリまでキリがないと。ですからね、私はいつもこうお願いしてるんです。仏様、どうぞ何事もよろしくお願いしますと。これ一番でしょ。何事もよろしくお願いいたします。私たちはちょっとしたことでも願い事が叶うと、ご利益をもらったと大喜びをいたします。でもそれは願い事、悩みと祈りは裏表だからです。そうでしょ皆さん。人生は何がどう転がるかわからない、先が見えない。世の中だけでなくて自分のことすらも、私たちの悩みはそこからやってまいります。ですけれども、そのすべてを正しく見通して正しく計らうことができる、そんな方がこの世の中にお一人だけおられるんです。さあどなたでしょう。それがお釈迦様でございます。御仏はいつも私たちを見守っていてくださってる。仏教とは、実際に悟りを開かれたお釈迦様がその仏になる方法、仏になる方法を説かれたのが仏教、ね、仏になると書いて成仏でしょ。何も亡くなった方だけが成仏じゃないんですよ。むしろ生きている私たちが仏のように生きる、仏になることが大事だと。お釈迦様はすべての衆生が仏になれるよう、今生きている私たちはもちろんのこと、すでに亡くなられたご先祖さんもすべて仏にしたい、すべての衆生を救い上げる一切衆生の成仏、それがお釈迦様の念願なんです。だからそのためにお釈迦様は私たちを見守り、常にお導きくださっている。目には見えません、中には見える人もいるかもしれませんけども、目には見えない、でも確かに私たちのそばにいて見守りお導きくださっている、その御仏のお計らいというもの、それを絶対に信じることができるかどうか、まずそこが信心の分かれ道だと私は思うんです。私は今この衣を着てこの高座に登って皆さんにお説法をしております。まあ寺の娘、副住職でございますけれども、もともとお寺に生まれたのかっていうと実はそうではございません。一般家庭の生まれでございます。じゃあなんでお坊さんになったのかと、ここから私の人生40年遡ります。40年前の話になりますけれども、私には4つ年上の兄がおりました。おりましたというのは、この兄ですね、交通事故で亡くなったんです。私が、2歳になる時です。家の前でダンプカーにはねられて即死だったそうです。まだ2歳だった、まあほとんど赤ちゃんですよ。赤ちゃんの私ですけれども、その兄が死んだ時、お葬式の時のこと、
最後の出棺のこととかうっすらとですけれども、おぼろげながら記憶がございます。そのくらい私たち家族にとってはつらいつらい出来事だったんです。ましてや母にとっては自分の目の前で我が子が亡くなったんです。もう二度とその子を抱きしめることはできない。あまりのつらさ、耐え難い悲しみに狂う母に、僧侶であるおじさんがお題目を教えてくれました。死んだあの子のため、母は無我夢中でお題目をお唱えしておりました。我が子につながる術はお題目しかなかった。そうしなければ母は生きられなかったんです。もう苦しい時はお題目、まるで呪文のように、けれどもそのお題目に母は救っていただいたんです。でもですね、この兄の死、これが我が家にさらに思いがけない事態を引き起こしました。死ぬはずのない子供が死んだんです。思いもよらぬ保険金、大金が我が家に舞い込んできました。普通であればね、その保険金で死んだ子供の供養をすると皆さんそう思うでしょう。ところが、まあ、人っていうのは悲しいもんです。当時我が家は建設会社を立ち上げた矢先でございまして、父はその保険金を元手に大きな作業工場を作り、仕事の基盤としたんです。いつか儲けた暁には死んだあの子のために立派な墓を建ててやるんだ、それが父の口癖で、まあ父は父なりに仕事に打ち込むことで悲しさを紛らわしていたのかもしれません。かくして一生懸命父は働きまして、まあ当時の、まあ、世の中の時勢にも乗って会社は大変大きく発展いたしました。私と兄の死後、弟が生まれまして、だから私たちはもうちやほやされて育ちました。ずいぶん羽振りも良かったんです。ところがですね、今度は金銭的に豊かになると、もともと父はお人よしでございましたし、どんぶり勘定でした。で、いつしか母までがお金に大雑把になっていったんです。まあこうなると人間、物事の判断も狂い始めますね。次第に会社は、資金繰りがつかなくなってまいりました。私が小学4年生のある日のことです。今日は忙しいからお寺のおじさんのところに行って、あんた待っててねと母に言われまして、私は学校の帰り、弟を連れてお寺へ行きました。普段も忙しい時はそうだったんです。おじさん家のお寺で親が迎えに来るのを待ってる。だからその日もいつもの通り行きました。ところが夜の8時9時になっても迎えに来ないんです。今日は変だな、そう思っておりましたら電話が鳴った。で、お寺のおばさんが取ると、うちの両親からです。どうやら電話の向こうで泣いている、今海の上です、連絡船から二人して飛び込みますと。その当時のまあ、北海道青森っていうのは連絡船でございました。その連絡船に両親は乗っていたんですね。で、これから二人して飛び込みます、そう言われたもんですから、お寺のおばさんはもうびっくりしてしまって、もう無我夢中で必死に諭してくれて、泣きながら必死に諭してくれたおかげで、どうにか心中は思いとどまりました。けれども子供たちを頼みます、そう言い残して私たち家族は生き別れになりました。いや、それからが大変です。もうこれは困ったことになった。親戚一同集まって、それからまあ行政の方も集まって、この子たちをどうしたらいいもんかと
相談です。で、相談の結果、もうこれは施設に預けるべきではないか。この大人たちの話を私は襖一枚隔てた隣で聞いておりました。このままではどっか知らないところに入れられてしまう。それは嫌だ。誰か助けてくれないかな。そしたらですね、それまで黙っていたおじさんが一言こう言ってくれたんです。お寺は人を助けるところだからと。この一言で私はその日からお寺の子供になりました。ところがですね、実際にお寺の生活が始まってみるとまた困ったことが起きたんです。何が困ったか、私があまりに行儀の悪い子供だったということです。考えてもみてください。皆さん、建設会社って言いますけども、平たく言えば大工さんのお家です。大工の娘だったんですよね。だからちっちゃい時から周りにいるのはもう元気な大工のおじちゃんたちだったんです。しかも先に兄が死んでますから、両親はもう随分と過保護に育てた。だからもう勝手気ままな困った子だったんです。で、どう行儀が悪かったか。例えばですね、お寺っていうとこは皆さんいろんなお菓子をお供えされますよね。法事とか行くとお供え物をします。お菓子がいっぱいあるんですよ。で、今のお菓子って小分けの袋に入ってるでしょ。だもんだから子供はお菓子大好きなのね。そのお菓子を袋を開けて食べる。で、袋はえいっとその辺に置くわけです。で、食べるけど、まあ飽きやすいので置いといて、で、また次目新しいのを取ってまた食べて置いてと、そういうことをいつもしてたもんですから、気がついたらそこら中私のゴミやら食べ残しやらお寺いっぱい散らかしてたんです。自分家はそれでも良かったんです。母が全部片付けてくれましたから。でもお寺はそうはいかない。おじさん困りまして、いろいろ考えました。で、おう、そうだ、この子をお坊さんにしようと。皆さんお気づきですか。お坊さんっていうのはお経が読めるのはもちろんですけども、まずは礼儀作法、お行儀です。小僧さん修行をさせる過程でもう一回しつけをし直そうと、そう考えた。だから私のその自分の意思とは関係なしにお坊さんになることになっちゃったんです。それが小学校4年生の時です。おじさんはこう言いました。いいかい、お前が世の中の役に立つようなお坊さんになれば、もしかしたら両親もふるさとへ帰ってこれるかもしれないんだ。だから頑張れ、これがお前のお経本とお術だよと手渡してくれた。それからは毎朝のお勤め、お経の練習、お坊さんらしい振る舞い。この日からおじさんは厳しいお師匠さんになりました。子供だからって妥協しないんです。本当にね、もう朝のご挨拶から箸の上げ下ろしからもう生活全般こと細かに注意を受けました。というよりももういつも叱られていた。今日は何を叱られるんだろうか、そう思うとね、もうすごい緊張でいつも胃がキリキリ暮らしておりました。で、学校はと申しますと、まあお寺と元の家が近かったもんですから転校はしなかったんです。でもその元々がわがままですから、学校でもまあ今考えると同級生に対しても横柄だったんでしょう。ところが親がいなくなった。そしたらね、クラスメートも態度が変わってきました。だんだん、まあ、悪口を言われたり口を聞いてくれなくなったり、で、仲間外れですよね。で、いじめはそれでもどん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 エスカレートしていきまして、もう一人ぼっちでありました。だから学校の帰りもいつも一人でとぼ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 歩いておりました。
そういう時に思い出すのはやっぱり両親のことでございます。お父さんお母さん、いつになったら迎えに来てくれんのかな。しかし1ヶ月、2ヶ月、半年経っても両親は来ません。もう子供心にも、もう迎えには来ないんだ、私は親に捨てられたんだ、本当に一人ぼっちになってしまったんだ。いつもいつもそう思っておりましたら、本当に辛くなってきまして、なんで私はこんな目に遭うんだろう、生まれてこなければよかったんだ、もういっそ死んでしまおう、そう思い詰めるようになった。もう悲しくて苦しくてですね、もう無理だ。ある日、私は刃物を握りしめて泣いておりました。これが自分の最後だと、そう思って。けれどもですね、この時私はそのどん底でふと思ったんです。人は誰しもいつか必ず死ぬんだと。必ず死ぬのに、なんでこの世に生まれてくるんだ。子供ながらも一生懸命考えましたね。考えて考えて、でもわからなかった。ただ一つこの時はっきり思ったこと、今無理に死ななくったって、黙っていても人は誰しも必ず寿命を尽きる時が来る。そうであるならば、私は今あるこの命を何か世の中のために使おう、そうしなければ生まれてきた意味がないんだと。それと同時にですね、おじさんのあの言葉がよみがえりました。お寺は人を助けるところだからと。ああそうか、私もおじさんが助けてくれたように、この寺にあって世の中の役に立つ、そういうお坊さんになりたい、それが私の生きる道だ。それからはですね、もう辛い時、悲しい時はもう仏様のとこ行って手を合わせて、ただただ拝んでおりました。この拝んでいるこの時、この瞬間だけは私の心は安心をいただけたんです。私にとってお経をあげることはちっとも苦しくも辛いことでもなくて、悲しければ悲しいほどに、苦しければ苦しいほどに、一生懸命お題目をお唱えした、そういう子供時代でございました。私を育て導いてくれたおじさんは、育ての親であると同時にありがたいお師匠さんです。そしてかつて私をお寺に置いていった両親、あの両親が私を産んでくれたから、そしてお寺に置いていってくれたから、今現在の私がある。本当に感謝しております。後で知ったんですけどもね、このうちの母、心中しようとして、連絡船に乗っていた母でありますけれども、遺書を残しておりました。でその遺書を見ましたらね、本当は一家心中しようと思ったんだと。でもどうしても我が子に手をかけることはできなかった、だから自分たち二人で行きます、そういうことが書いてある遺書でございました。ですからまあ親も苦しかったんですよね。私自身は当時は子供で難しいことは分かりませんでしたから、ただただ仏様助けてください、南無法蓮華経、南無法蓮華経、そう拝んでおりましたけれども、でもね、やっぱり仏様はいつも見守り、私を導いてくれていた。すべては仏様のお計らいだったんです。人は
生かされて生きているんだ。自分が救われた実体験として、私はお釈迦様の大きな慈悲、ありがたさを知りました。さて、ここまではですね、私も泣きましたけど、皆さんもだいぶ泣かれた方いらっしゃいますけれども、このお話ですね、実はまだ続きがあるんです。私をお寺へ置いていった両親ですけれども、その後どうなったと思いますか。まあ、二人して気の身気のまま連絡船へ乗って心中しようと。なんとか思いとどまりはしたものの、借金取りに追われている、青森に帰ることはできない。でそのまま北海道へ渡り、北陸、東海、関東各地を転々としたそうです。職を求めて歩いたんですね。で行く先々でありがたいことに親切な方が助けてくださって、細々と暮らしていたそうです。まあ小学4年で生き別れてから、私自身は両親がどこでどうしていたのか、生きてるのかさえ知らなかったんです。ですけども10年ほどの月日が巡りまして、私が大学生になった時におじさんたちの計らいで両親に会うことになりました。まあ、両親は埼玉に住んでおりました。すっかり年を取って、まあ、各地を転々としたその生活が本当に苦労が多かったんだと思います。もうシワが増えて背中は小さくなって、その日その日を懸命に暮らしている。もうかつてのような派手な生活はしていない。細々と真面目に暮らしている様子でした。それからは少しずつ連絡を取り合うようになったんです。で私もやがて大学卒業して、身延の信用道場も出て、おじさんのお寺の、まあ、跡取りとして、まあ、若商人になって暮らしております。暮らしておりまして、そのしばらくしたら母から電話が参りました。その電話がですね、思いがけない電話であったんです。実は生活が苦しくて、借りてはいけないところからもお金を借りてしまった、借金取りがすごい、もう生きてはいられないと。まあ、あんなギリギリの生活をしていたんだからやりくりつかなかったのかもしれません。でもですね、私の頭にはかつてのあの両親の心中騒動のあの記憶がよみがえってきたんですね。私たちは生き別れまでして同じことを繰り返して、この両親は一体何なんだと、だんだん腹が立ってきて、でもやっぱり親子です、心配です。おじさんに相談をしましたら、おじさん何とか工面して助けてくれました。でもですね、しばらくしたらまた同じような電話が来たんですよ。怒りを通り越してもう悲しいんですね、ああなってくると。そしたらおじさんが、これはもうダメだと、もういっそあの二人を青森へ連れて帰ってこようと。早速引っ越しの手続きをおじさんしてくれて、全部整理してくれました。私の両親はまた無一文になってふるさとへ帰ってきたんです。おじさんは叱りましたよ。お前たち、これまでどんな思いで生きてきたんだ、何を考えて暮らしてきたんだと。親子生き別れまでして、それなのにまた生きるの死ぬの、同じことの繰り返し。普通は人間、苦労すればするほど成長するもんだ。私はあの長男が死んだ時、お前たちにお題目を教えた。お前たちが置いていったこの子供たちも一生懸命信心してきた。それなのに親のお前たちは何なんだ。本当は何度も仏様に助けていただいている。
いいか、これまでをよく振り返って、そろそろ本当のお題目の人になりなさい。両親はもう住む家もありません。おじさんはお寺に置いてくれました。一緒にお寺の中で生活するうちに、母は次第に気がついていったんですね。こう申しました。お兄ちゃんが死んだあの日、思えばあそこから私たち親子の流転は始まったのかもしれない。お寺のおじさんがお題目を教えてくれて、苦しい時はいつもお題目だった。でも喉元過ぎれば暑さ忘れる。振り返れば私の信心は仏様にああしてください、こうしてください、随分と自分勝手な祈り方だった。本当のお題目って何だろう。私がおじさんが言うようにちゃんと生きられてたら、こんなことにはならなかったんじゃないかな。そういう母に私はこう申しました。お母さん、多分この二十数年間は必要な年月だったんだ。私はお母さんたちがお寺に置いてってくれたことを感謝してる。私は私なりにつらいこともあったけれども、でもその日々があったからこそ今の私がある。それはお母さんも同じだよ。苦しい時の神頼み、呪文のお題目だったかもしれない。曲がりなりの信仰でしかなかったかもしれない。けれども、言葉に尽くせぬ苦しみの中、一生懸命お題目をお唱えした。最後はまたお金のことで情けないことになってしまったけれど、それでもいろいろあったけども、今はこうしてみんなして暮らせるようになった。苦しんだからこそ一つ一つを身をもって気がつくことができた。これってさ、本当は全部仏様のお計らいだと思うんだ。本当のお題目って何だろう。お母さんそう言ったけど、仏様はいつもそばにいてちゃんと導いてくださってる。その仏様を絶対に信じて、すべてを仏様にお任せできるかどうか、信心、そういうことじゃないかな。私の言葉に母はうんうんとうなずくと肩を震わせて泣いておりました。ずっと本当の信心を悟ることができなくて、随分と寄り道回り道をした。苦しかった、大変だった。でもだからこそそのおかげで一つ一つ身をもって感じることができた。それからは母は熱心なお題目信者になりまして、お寺に仕えることを自分の修行とする、そういう人になりました。あれからもう15年になります。15年暮らして母は今やもうお寺にはなくてはならない、頼もしい、そういう存在になりました。私たちはともすると自分の人生を自分で計らって頑張っている、そう思いがちです。でもそうじゃないんです。本当は仏様のお計らいの中に導かれて生きているんです。これまでのご自分の人生、私だけではなく皆さん方もそれぞれに苦労の道のりがあったと思うんです。けれどもその良くも悪くもですよ、良くも悪くも過去のすべての積み重ねがなければ今の皆さんはここに存在しないんです。身の上に起こったすべての出来事にはちゃんと意味がある。その一つが抜けても今の皆さんは存在しないんです。苦しかった、大変だった、でもだからこそ今の皆さんがいらっしゃる。
何一つ人生に無駄はない。それが仏様のお計らいです。お経の中にはこうございます。まさに知るべし、このところはすなわちこれ道場なり。私たちの生きているこの世界はすなわち道場、修行の場だと。私たちはこの世を生きる、生きることは尊い修行なんだ。皆さん、シャバ族若光という言葉がございます。シャバ族若光、私たちのこの世界はすなわち仏様の世界、仏様のお計らいの中に今現在私たちは修行しながら生きている。それは何のための修行か。仏になる、成仏するための修行です。じゃあどう修行すればいいのか。お釈迦様はさらにこうおっしゃっておられるんです。我が滅度の後においてこの経を授持すべし、この人仏道において欠如をして疑いあることなけん、私釈尊なきあとはこの法華経を授持しなさい。そうすればあなた方は必ず仏になれる。お釈迦様のお言葉です。法華経を授持しなさい。授持、これですね、受け保つと読む。お釈迦様の法華経を受け我が身に保つ、これをお祖師様は南無妙法蓮華経っておっしゃった。南無妙法蓮華経、これね、南無と妙法蓮華経なんです。妙法蓮華経の上に南無がくっついてる。南無と申すは天竺の言葉にて候、感度日本にては奇妙と申す。奇妙とは我が命を仏に立てまつると申す。命を仏に立てまつる、命を仏に立てまつるって死ねということではありませんよ。自分の命を仏様に差し上げる、差し出す、つまりは仏様を絶対信じて疑いません。良くも悪くもどんなことであろうとも仏様のお計らいと信じて私は生きていきます。そういう強い信心、それが南無妙法蓮華経なんです。ここからは私の祖母の話になります。すいません、身内の話ばっかりで申し訳ないんですけれども、うちのばあちゃんのお話です。ひょうひょうとして愛嬌のあるばあちゃんでございました。30歳でお寺に5歳に来まして、で、昔はそれはもう姿形よく美人だったそうです。んだね、わいさおかげで4回も嫁子になったおんと。聞けばですね、うちの寺は4回目の4番目の嫁ぎ先なんです。祖母は先に3回嫁子になってんですね。明治生まれ、津軽海峡の浜育ちでございます。16歳で、昔ですから16歳で一番最初のお嫁に行った。でもどうしても子供が授からなかった。まあ、今から90年ぐらいも昔の話です。当時は、子供の産めない嫁だというので実家に返されたそうです。で2回目嫁ぎました。でもやっぱり子だから授からなかった。でたくましいばあちゃんですよ。3回目3度目の正直っていうのがある。今度は海を渡って北海道へ嫁ぎました。ところが旦那さんは戦争へ行きまして、兵隊さんになって、戦死された。ばあちゃんは泣く泣く実家に返されたそうです。わよ、もう嫁には行かねえ
そう思ったんだ。でもよ、とずぎ先世話するつふとが現れで、どうしてもって言うもんだから、いつまでも実家の世話になってるわけにもいかないし、そいでここさ嫁に来たの。来てみたら、まあ小せい貧乏だ寺で、しかも亡くなった先の奥さんの子供3人も小さいのあった。泣くほどさんよ、そった話ひと言も言わねがったんだと。祖母はですね、繊細の子供がいることを知らなかったんですね。ばあちゃん、それで実家さ帰るってしなかったの。子供おいでいがいねべさ。わいはさ、3回も嫁子になったけども、子供生まれなくてあったから、わいには子供できないと思ってあった。それがほれ、ここへ嫁に来たら、わいにも子供生まいだいなと。いや、ばあちゃん、じいちゃんとばあちゃん、よっぽどのご縁だね。んだ、お商人さんはさ、わいには優しくてあったね。今のわいがあるのは、お商人さんのおかげなんだ。夫であった先代住職、私の祖父は、何もないところからお寺を建てまして、自らの苦労も顧みず、その日食べる米がなくても困っている人をお寺へ招き入れた、そういう祖父でありました。でも晩年は、まあ、病気になりまして、喉頭がん、喉のがんでございました。当時の医療は 今のようではありませんでしたから、この喉に穴を開けて呼吸と声を司る機械を取り付ける、それでも聞き取りにくい、その祖父の声を代弁するものとして、祖母は祖父の不調の手助けをしていたんです。しかし、さらにがんは進行しまして、再び入院して、ほとんど声を失ってしまった。付き添う祖母との会話は、筆談で行っておりました。こういう手帳がたくさん残っておりまして、この手帳で私は2人のやり取りを知りました。病床の祖父は筆と紙を用意してもらって、一生懸命病院でお経を書いた。祖母は当然心配します。父さん、あんまり無理せばダメなんだよ。あ、うん、あ、本当は頭が痛い、だから言ったじゃない、もう早く休まねばまいねえよと。次第に弱まっていく。薬の副作用もあってひどく苦しい。それでも祖父は来る日も来る日もお経を書き続ける。そして書きためたお経は半紙を半分に折って、こよりでこういう和戸字の本にして布箱に収める。そしてまたすぐ次を書き始める。自分の知りうるすべてを書いて、出来上がったこのお経本は布箱で5つにもなりました。きっと起きてるのもつらいはずなのに、一体何のために書き続けるんであろう。それよりも少しでも穏やかな最後を過ごしてほしいのに。自分たちに残された時間はあとわずか。泣かぬと思っても、やはり涙がこぼれてまいります。祖父は手帳にこう綴っております。母さん泣くな。何度今までこう書いたろう。これからも書くだろう。だって病気に勝てないよ。必ずお別れする時が来る。長々お世話になったね。母さんの目から光ったものが落ちた。俺の目からも落ちた。だって仕方がないよ。必ずお別れする時が来る。長々お世話になりました。これを書いたらまた母さん泣いた。書くのやめようか。だって仕方ないよ。形見を残しておくよ。
長々お世話になりました。南無妙法蓮華経。形見を残しておく。さあその形見とは、夫が最後書き上げたあの符箱、中を開けてみる。すると表紙に持ち主の名として、わいの名、祖母の名が書いてある。中を開いてみる。すると全てのお経に振り仮名がしてある。あのお経はわいのためのものであったんだと。ありがたい。お上人さんはな、自分が死んだ後のわいの行く末を案じて、一人でもお経を覚えられるように全部に振り仮名をつけてくれた。難しい漢字は読めないわいのために、命がけで手書きのお経本を残してくれた。この世にたった一つのお経本、わいはもうただただありがたくて涙があふれて仕方がなかった。お上人さんが亡くなって、わいは50歳になる時に出家したんだ。二人が共に暮らせたのは20年、祖母の長い人生の1/5。それでも祖父に出会い共に暮らし支えたその日々の中で、祖母は法華経のお題目の功徳に触れた。自分を導いてくれた亡き夫は、お釈迦様やお祖師様と同じように尊い存在だ。そしてその夫が開いたこのお寺は、何としても守らねばならぬ祖母にとっては大事なお城だったんです。二層になって寺を守る、檀家信者さんを拝みながら寺を守るとは言っても、もともと貧乏な寺です。親子暮らしてゆけない、近所の針仕事、畑仕事、そういうのを手伝いながら祖母は子供を育てました。だからその暮らしは本当に質素で、自分のものは本当に必要最小限、身の回りのものしか持っておりませんでした。必死で子供たちを育てても、その子供も二人亡くしまして、育った子供たちもそれぞれの生活に旅立っていた。本当は苦しいことだって多かったと思うんです。でもひたすら亡き夫を思い、お題目を唱え続けた日々だったに違いない。苦しければ苦しいほどにお唱えしたお題目、そのお題目に祖母は救われたんです。晩年は祖母は目が見えなくなりまして、ですからまあ90歳も過ぎて足腰も弱りましたので、その身の回りの手伝いをして私は祖母と一緒に暮らしました。そこであの符箱を見つけたんです。ばあちゃん、このお経本ずいぶんと大事に使ってきたんだね。もう紙の端っこはすり減ってしまってるよ。でもすごいな、一枚も破れてない。ああそのお経本な、そのお経本お前にやるじゃ。え、そればあちゃんの宝物じゃないの。いや、いいんだ。わいはさ、もう目が見えねえからお上人さんの字も見れねえんだ。でもな、大事なお経はちゃんと頭に入ってる。それにな、南無妙法蓮華経のお題目、お題目があるからわいは大丈夫なんだと。祖母はいつもどんな時もお題目の人でありました。まあ私や介護の人にもいつもこう手を合わせて、ご面倒かけます、ありがとう
南無法蓮華経。目が見えない、自力では歩けない、それでも毎朝のお勤めは欠かしませんでした、本堂、位牌堂、お内仏、順番にお寺の中を拝んで回りまして、最後は亡き夫に手を合わせて、お上人さん、おかげさまでわいは随分と長生きをさせてもらいました、ありがとうございます、いや年取るといろいろ大変だけども、どうか今日も一日よろしくお願いします、南無法蓮華経。で、まあ朝のお勤めの後は朝ごはんです。朝ごはんを食べると祖母は日向ぼっこでうとうとします。で、お昼ごはん食べるとお昼寝です。で、夜も早々に晩ごはん食べると就寝です。もうね、100歳にもなると体力がないですから、いつも眠っておりました。で、眠りながらですね、何かこうブツ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 寝言を言ってるんですね。何言ってんだろうって聞いてみましたら、南無法蓮華経、南無法蓮、南無法蓮、寝言でもお題目なんですよ。お医者さんには、祖母はもう心臓肥大でいつパタリと心臓が止まってもおかしくはないんだと、そう言われました。でも本人は、いやー、ワイはもう十分に生きたから入院は嫌だ、そう言いましたからね、在宅での見守りになりました。で、床について3ヶ月、やっぱり南無法蓮、南無法蓮華経。日ごと呼吸が次第に浅くなって、脈も弱って、苦しいんでしょうね。ばあちゃん、苦しいが、ああ、南無法蓮華経。こちらが話しかけることにも、ああか、うんやか、うなずいて、あとは南無法蓮華経。まあ、最後の瞬間もですね、小さく聞こえていたそのお題目が途切れて、ばあちゃん、春お彼岸の頃、眠るように亡くなりました。御年101歳と、まあ穏やかで、でも神々しかったその旅立ちのお顔を、私はもう生涯忘れません。私の祖母は、祖父に出会い導かれて法華経の道を歩みました。悲しい時も頑張る時もありがたい時も、眠っている間でさえ南無法蓮華経だった私のばあちゃん。私はその祖母を見てですね、実際にお経に説かれる通り法華経授持、南無法蓮華経で人は成仏できるんだ、それを祖母は見せて私のもとを旅立っていったんだ、ありがたいことだなと、そう思っております。だからこそ思い出すと、今もですね、まあ、悲しくなったりいろいろ涙がこぼれてきますけれども、私も祖母のようにお題目を唱えて、ああいうばあちゃんになりたいなと思います。さあ、このありがたいお題目、私たちにお示しくだされたのは宗祖日蓮大聖人でございます。大聖人はあまたの迫害に遭われながらも、でもそのすべては法華経に説かれし通りの法難である、法華経の真実なることを身をもって悟られました。ゆえに弟子談法、すべてのお題目を唱える者にこう示されたんです。法華経に生きるということは、口ばかり言葉ばかりのお題目ではダメ、心がなければダメですよ、でも心だけでもダメですよ、心と体、
実体験として法華経をお読みなさい。それが本当の南無妙法蓮華経なんですよ。これから申し上げますのは、その大聖人の御教えをどこまでも貫かれた至高第一日朗様のお話でございます。大聖人のご生涯は大難しかど小難数知れず、中でも大難中の大難が辰の口の御法難、文年8年9月12日のことでございます。松葉がやつにて大聖人が召し捕らわれ引き立てられし折に、至高第一日朗様、お師匠様、私も共にお連れくださいませ。すると大聖人、日蓮が日ごと申せしこと、法華経のために命を捨つるはかねて覚悟の上、ただ一つ心にかかるは、日蓮亡き後誰が法華経を広むるのじゃ。そなたは後に残り、日蓮が亡き後その志を継ぎ法華経を広むることこそ師匠への孝行ぞ。そのお言葉に従い、日朗様は松葉がやつに踏みとどまり、打ち壊された仏像、踏みにじられた経典、目も当てられぬありさまに、涙ながらに弟弟子日心と共に片付けをしておりますと、再び打ち壊しに来た役人ども、こやつも日蓮が一刀ひっ捕らえよ、名はかけまする。と弟弟子日心、ならば私も共に縛ってくだされ。子供ながらに隠れもいたさず、役人どもは是非もなく絡め取り、寺社奉行宿屋左衛門の預かりとて牢に入れられてしまいました。そこは岩肌を削って作った洞窟状の土の牢、建物の中ではないんです。秋もしまいの土の牢、下からはしとしと水が湧き、上からは時折雫が落ちる。その中に荒むしろ一枚引いて、着ているものは剥ぎ取られ、合わせが一枚。一方この時、辰の口で大聖人のお首を切ることができなかった幕府は、その夜のうちに大聖人を現在の神奈川県厚木市本間六郎重面の館へとお預かりにいたします。そしてなんと、この本間の館におきましても、辰の口同様に天から光物が降りてくる。星下りの気づいが起こり、役人どもは恐れおののくもの、やはり日蓮はただものではない、考え改むるもの。これを諸州はますます憎みまして、何とかして日蓮を亡き者にせんと、さまざまな企てを巡らし、夜ごと鎌倉の町にて夜討ち強盗殺人と悪行を重ね、これ皆日蓮が一刀の仕業と残言なし天下に訴えるありさま、幕府においてもしばしばの表情。これまでを思い合わせれば、日蓮はただ人にはあらず、彼に害を加うるならば、いかなる大事が起こるやもしれん。いやいや、さように臆病にては幕府の面目が立ちませんぞ。天下の意向にも傷がつく。とくとく遠投流罪行われてしかるべし。大聖人の佐渡流罪は定まりながらも、実際のご出立は一月も遅れたんでございます。やはり世論を気にしていたんでありましょう。役人はわざわざ大聖人のもとに参り、日蓮殿、いよいよ明日佐渡へ出立が決まり申した。されば弟子談法にお伝えがあればお取り次ぎいたすがいかがじゃ。こ
これはお役目ご大義に存ずる。日蓮かねて覚悟の上なれば弟子談法も存じおること。ただ一つ心にかかるものあればそのものに手紙一通お届け願わしゅう存ずる。してそのお方とは未だ年若き日老たちでござる。先年伊豆に流らされし折には右の飼なを打ちおられ、こたびは左の飼な。弟子あまたの中にも日老が高校死での友さえ許されず、聞けばこの寒空に土の牢火もささず打ち折られた腕は痛むであろう。特に今宵の寒気につけても思いやられて涙が出まする。どうぞこの手紙をと差し出された書状。かたや土牢の日牢様、お師匠様のお命いかがであろうか。常々拝読せし法華経には、この経を授持する者には諸天全人がご加護くださると説かれし仏様の金言、決して疑うまい疑うまいと信じつつ、心に間が入りて我が心を悩ます。よごと目が覚めて夢であったか。お師匠様のご安泰を願う日々でございます。もしお役人様、辰の口でのお師匠様のお命はいかがでございましょう。時折行く役人に声をかけては見まするも、黙って無視をしてゆく者、中にはそんなことわしの知ったことか、誰一人答えてはくれません。かくなる上は書店前人にお願いし、そのご加護でもってお師匠様の安否を知るよりほかはなし。山の土でお師匠様のお姿をお作りし、日清とともに南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経とお題目、寂しさと悲しさゆえに次第に声が大きくなります。老番は朝から晩までお題目が響くゆえうるさくて昼寝もできん。中でも古参の老番佐藤寺、うるさいぞ日老、申し訳ございません。日老様声を落として唱えまするが、しばらく唱えるうちにまただんだん大きくなる。日老、これほど言ってもまだやめんか。いつまでも南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、うるさくて昼寝もできん。わからんやつにはこうしてくれるわと青竹でもってつっついたり叩いたり、もとより生身の体つけば傷がつきまする、血が流れまする。お許しくださいませ。日老様詫びまするもののやめません。日清とともにお題目の日々、そうこうするうちに一月ばかりの月日が経ちました。文明8年10月9日、いつものようにお題目を唱えておりますると、バタバタバタッと老番の足音、また青竹かと日老様日清を袖でかばっておりますと、今日は怒らずに、日老、日蓮からの手紙じゃと一通の手紙を投げ込んでゆきました。お師匠様からのお便り、夢かとばかりに日老様急ぎ手紙を拾い上げ、月明かりに照らしてみますと、表には筑後殿、裏を返せば日蓮、孫を方なきお師匠様のご筆跡、
お師匠様、ご無事でございましたか。震える手で封を切り、見てみますと、日蓮は明日佐渡の国へまかるなり、今宵の寒気につけても牢のうちのありさま思いやられて、いたわしくこそ将来、哀れ殿は法華経一部を色心二法ともに遊ばされたる御身なれば、父母六親一切主情をも助けたもうべき御身なり、法華経を四人の読み候は、口ばかり言葉ばかりは読めども、心は読まず、心は読めども身に読まず、色心二法ともに遊ばされたるこそ尊く将来、老婆し入れさせたまい将来はば、とくとく来たりたまえ、見立て祭りまみえ立て祭らん、京京近年文年八年かのと羊十月九日筑後殿、お師匠様はご無事、やれうれしや、ありがたや。そう思いしもつかの間、お師匠様はこの寒空に北国寒山佐渡島へご留斎とは。昔から佐渡へ流されて生きて帰ったものはないと聞く。そして我が身は土の牢、所詮もう二度と生きてお目にかかることはできん。お師匠様、この不幸何とぞお許しくださいませ。せめては魂魄魂となってお師匠様のもとに参り、ご給仕させていただきます。それからというものは、差し入れられる食事はすべてお師匠様のお姿にお供えし、自らは断食しての影前供養。弟弟子日清も目にいっぱいの涙を浮かべ、日清もともに断食の修行をいたしまする。そなたもともに二人して魂となってお師匠様のもとに参ろうぞ。毎日毎日積み上げられるご飯、日露朝飯じゃ、かけたお盆に汚い器、冷めたもっそう飯に一杯の水、ありがとうございます。受け取る日露の顔が日に日に生気を失い、痩せ衰えていく。その異様さに気づいた老番佐藤寺、中を覗いてびっくりした。日露と日清二人が寒さにブルブル震えうずくまりながら、南無法蓮華経、南無法蓮華経、今いただいたばかりのご飯をお師匠様のお姿にお供えし、真っ赤になった両手を合わせ、ブルブル震えながら、お師匠様、お食事が参りました、どうぞ召し上がってくださいませ、日露この場にてご給仕申し上げます。その姿にさすが鬼の老番佐藤寺もはっと胸を打たれて、思えばかわいそうなことよの、ああして断食しながら師匠の無事を祈っておるとは、わしにも同じような年頃の息子はおるが、えらい違いじゃ。昔から坊さんいじめたら御性が悪いと言いながら、わしゃなんと今までつまらんことに腹を立ててきたもんじゃ。おそうじゃ、引き返して改めて温かいご飯を持ってきました老番佐藤寺。これこれ日露よ、もうそんなに泣きなさるな、そんなことでは命がなくなってしまうぞ。そんなに会いたい師匠なら
せめてご飯をたくさん食べて体を丈夫にされよ。夜打ち強盗の罪もなく、無本節外の咎もあらず、やがてご赦免の時があろう。その時を待って師匠に孝行するのが本当ぞ。今日は滅法寒いゆえ、温かいものを改めて持ってきた。さあさあ、冷めないうちに食べられよ。今までと打って変わって親切な老婆。ありがとうございます。ご老婆様、日老とて日も十ございます。寒さもひしひしこたえております。なれど、あの雪深い佐渡へご流罪のお師匠様には、このような食事が二度三度お届けくださるようなことはとても考えられません。さぞかしご不便な生活と思うと、とても喉を通らぬのでございます。せめてはこうしてお供えする影膳がお師匠様に届くよう、いただく度ごとにお祈りしておるのでございます。老婆佐藤寺、遺伝とする涙をぐっとこらえ、心の中で、こんな高校な日老をあの日蓮に合わせてやったなら、どんなにか喜ぶであろう。この出家を助けたならば、その功徳もまた大きかろう。わしゃこの50年、人の嫌がる老婆人じゃ。功徳を積むなら今じゃ。そうだ、日老を牢からそっと出し、佐渡の日蓮のもとへ行かせてやろう。もし万が一バレたその時は、わしが罪をかぶるまでよ。老婆佐藤寺決心いたしました。家に帰って旅の支度の杖にかさ、わらじに小遣いまで用意して、夜を待って牢の外、これ日老殿、何事でございますか、お役人様。そなたの師匠思いに免じて、この牢から出してやろうほどに。何、この10日や1月はまだまだお呼び出しもござるまい。そっと牢から抜け出して佐渡の日蓮に会ってこられよ。そなたが戻るそれまでは、わしが身代わりになるゆえに。さあ、これが旅の傘に杖、これがわらじ、それからの少ないが、これは旅の小遣いじゃ。佐渡の国は寒いと聞いておる。粗末じゃが、この綿入れを着ていきなされ。さあさあ、支度を。老婆の慈悲に夢かとばかりに喜ぶ日老。しかしながら、牢破りは大罪、我が身はともかく老婆佐藤寺の身の上を思うとためらいがち。そんな心配はいりませんゆえ、今宵のうちに五里なり八里なりともゆかれよ。よいか。ああ、危ない。そんな足取りでどうします。日老様、杖を力に立ち上がり、一歩二歩、ゆかんとしてまたよろよろ。長い間の断食で足が効かない。それでもお師匠様に会える喜びに、立ち上がり、一歩二歩、一丁二丁。見送る老婆佐藤寺、見返りながら何度も振り返る日老様。日老殿、気をつけて行かれよ。いう声さえも闇の中、鎌倉山を後にした日老様、やがてまた大変な極難の末に、
無事に佐渡の大聖人とご再会を果たされるのでございますけれども、今日はもうそろそろ時間でございます。ですがですね、皆さん、なんとこの続きは来月のこの月例金曜講話、福岡県妙正寺ご住職湯川教宗上人がお話ししてくださるということです。実は湯川先生は私がこの講座を学んだ恩師のお一人でございまして、先生、来月はどういうお話をされるんですか。いや、ちょうど日郎様が佐渡へ行くお話をしようと思ってたんだと、ね、偶然なのか、これも仏様のお計らいなのか。皆さん、来月、10月5日このお時間でございますので、どうぞたくさんのお運びをお願い申し上げます。お釈迦様は釈尊亡き後はこの法華経を授持しなさいとおっしゃった。それを私たちでも保てるように大聖人がお題目にしてくださった。それも口ばかり言葉ばかりのお題目ではダメ、心がなければダメですよ。でも心だけでもダメですよ。心と体、実体験として法華経を読みなさい。それが本当の南無妙法蓮華経なんですよ。この世を生きることは尊い修行です。すべては御仏のお計らい。私たちは生かされて生きている。このいただいたありがたい命を仏となすよう、どうぞ皆さんにも今後ますますのお題目修行をお勧め申し上げまして、本日私の講座は閉じさせていただきます。長らくのご聴聞誠にご苦労様でございました。南無妙法蓮華経。輪廻の種、なすも触るも生じの子、喜ばしきにつけ、悲しきにつけ、煩悩無明の塵のつもりてぞ、心の光の触りとなる。迷う時を凡夫と名付け、悟る時をば仏と名付く。されば我が一念の雲を払いなば、元の光の増す鏡、三世諸仏と同体の家宝めでたき身となりて、安穏気楽の仏道を成就せんこと疑いなし。返す返すもおのおの日夜朝夕怠らず、励む心の有明精進、ただ一筋に妙法蓮華、開く心の即心成仏、内視崩壊平等利益。後に続いてご唱和ください。今人より、仏心に至るまで、よく保ち立てまつる、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。司教南寺若山寺。